え、こんなんいけちゃうの？やってまいりましょう。へえ、それいけるんだ。これいけるか？はいはい、あー入った、すっげえ。でもちょっと間違うと死ぬぞこれ。はい、きっつ。ここはもうなんかちょびっと左押して同時に上を押しとく。あー、いけたいけた。ここがきつい気するな。うわー、うわー入った入った入った、すっげー。ここはなんでもないね。ここも何気にやばいな。一発勝負だよね、だってこれね。入れんのこれ。はいはい、うわ入れた、すっげえ。すごい、そんなの入れるんだ。はい、どうもとどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコース ID の方いただきました。暗いお化け屋敷です、意外と難しいのでやってみてください、ということで、やってまいりましょう。一応クリア者が1人出ておりますけれども、ベストタイムが2分ということで結構長めなコースでございます。まあスピランとかじゃないから慎重にやっていけばいけるんじゃないかなと。はい、制限時間300秒。どうなっている？ここにはテレサ来ないね。テレサじゃないんだっけこいつらは。テレンなんだっけ。なんか名前あるもんね、そういうね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、きつい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 。ん？どっち？こっち行くべき？あー、こっちに道あるな。下は道ない。ちょっと待って、違う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 。こっち行けるな。はい、で、これ迷路だね。どうなっている？こっちに道がある。あー、どこまでこのテレサたちが出てくるかによるな。この辺はテレサいない。あー、土管に入れたね、今。ここ、ここ、ここに入れるよ。土管入ったら裏面、こっちも暗いんか、こっちも暗いんか、ここは外れなんかい。これ、ここ行ける？ここ。ここって行けないか？なんか、ここ怪しいんだよな。これ行けるよね、頑張れば。おー、行けた行けた。こっちが多分正解なんじゃない？っていう気がちょっとする。これ、上は抜けれない。来てるね。ちょっと待って。怖いな。これ上、なんか嘘くさくね。こっちじゃないか。ああ、ほらほら、赤い土管。赤い土管は本当か？入ってみたいな。まあ、入ってみるか。土管はでも何にせよ経由するってことなんかな。正解っぽくね。正解っぽい。正解っぽい。上じゃね？上っぽいよな、なんか。はい、ちょっと待って。こう行こう。はい、こっち。こっちに行っちゃう。で、ここに逃げよう、一回。あーでも行き止まりだ、右。左も行けない？行けないな。じゃあここじゃないんか。行き止まりだ。じゃあ右行ってよかったんかな。多分この赤い土管は正解なんじゃないかなと思います。で、なんだっけ？これ右に行っちゃっていいのかな？なんか行き止まり臭くねえか？でもこっちも。ほら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 。その下はでも行けないよな。はい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 。ここに来ちゃう。これ上、ここ、ん？下？下？ここ？ここいけるな、でも。いけるけど、いけるけど、ちょっと待ってよ。三択っぽいよな、これ。こっちは外れだった、上か。これ下、まあでも表面に帰れるってことは結構ワンチャン。やったゴールだ。危ない危ない。なるほど、なかなか迷いましたけれども、コース ID ありがとうございました。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。1マス壁キック 0.4% やってまいりましょう。ん、なんだろう、1マス壁キックというのは。さあやってまいりましょう。1マスの壁キックなんでしょうね。ほうほうほう、なんでしょうかと。はい、こういうことか。なるほどね、一マス壁キックこういうことか。まあここら辺は余裕多分。ただもっとえぐくなってくると思うよ、もっと。まあまあ、こんなんは別にそんなにきつくない。まあ行っちゃおう行っちゃおう。もう行っちゃっても全然大丈夫、そのスピードならば。これは当たらないよね、別に。これは別に当たんない。ワンワンは引っ込んだタイミングでタタタッと行っちゃえば。まあクッパファイヤーもそんなに恐ろしくはない。あれ、これクリアレ、ちょっと、おお、そうかそうか、これ、プネー死んだと思った。中間だ、やった。これ、クリア率 0.4% なんか。これ、頭こんがらがるんよな、いつも。こう、違う違う。右側に切って、こう行けばいいんだよね、これはね。左に行って、こう、蹴れば、いいんだよね。はい、オッケー。はい、で、
これどっちでもいいですか。あれってかここあーんあーそっか、はいはいはい。壁キックした後手離す大作戦でいける。おお1アップだ、やっとびっくりした。あーこれワンチャンクリアなんじゃないのこれ。はい、土管、はい、あーゴールだ。なんか意外とクリア率そんな低かったな。うーん、あれ時間が足りないスピードラン186分の0、クリア者が出ていない。多分なんかズルルートがあるっていうことだとは思うんだけども、やってまいりましょう。時間が足りないスピードラン、はい。ちょっと待ってよ、ワンツー三段ジャンプじゃなくても届くなその高さ。はい、でここは何ですか、こうこうこうだね。今んとこでもそんななんかズルできそうっていう感じじゃないね。まあ、あなんかでもトゲメットでなんかやりたい放題できないかな、できないな。これなんだこれ、これこっちでいいの。鍵ドア、赤コインが2つどっかにあるっぽい。あの下は何だったんだろうな。ボム兵8個 B ミスター。ああこの下の方は積みか、左のルートだもんね。ってことはじゃあさっきの道が正解ということなんでございましょうけれども、これ1個かぶれるなワンチャン。トーン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 でポーンで、こういうことですね。とはい、よあーちょっと、はい OK、 はい、これかぶるでいいんかな。あー1個持ってきたらズルできるな。でこれでスタート地点に戻る。でもさ、だいぶ時間ないよこれ。これ時間なさすぎん、さすがに2周するにしても。あのメットを使って赤コイン取れば確かにズルはできるんだけども、ちょっと待って、やっぱりさ割とスムーズに来ても制限時間50秒でここまでで23秒かかるんだよ。で裏面のここをこなした後にあっこまで、あの鍵ドアのとこまで戻るは無理だと思う。でこれこえジャンプできねえのそれ。あ多分なこれ違うな、ここに来ることが多分そもそも違う気する。だってどう考えてもこっからあの鍵ドアのところまでに20何秒絶対かかる。でプラス裏面もああやってボム兵転がしたりいろいろやる。それであれさらにここで20何秒かけてあっこまで戻るは多分ね無理だと思う。だからどっかになんかあるんだって、例えばこいつらが持ってるとかさ。あとなんかこの辺もなんかないかな、絶対なんかあるよこれ隠しが。どっかに多分な隠してあるんだと思うんだよ。ワンチャンボム兵が持ってる、ないか、なんかないんかな、絶対なんかあるんだよな。ほんでちょっと見て、ほら鍵ドア入って、でまだ P ドアまであるじゃん距離が。で P ドア出てからのゴールだから、もうやっぱねどう考えてもあの土管に入った時点でもう時間間に合わんわ。だからどっかに絶対にあります鍵が。散々調べまくったけど見つかんねえんですよ。一個ちょっとだけひらめいたことがあって、ワンちゃんさここ通れん、あーここ通れるわ、そこじゃね。うわちょっとゾッとしたな今、ちょっと今鳥肌立ってるよ。そうもうねひとまずずつ探したし、敵倒してもなかなか鍵ねえなと思ってて、よくよく地形を見てるうちに、ああのガリガリの裏怪しくねっていう。しかもここが一方通行ってことは真ん中に戻れるんだよ。つまり多分だけどこれ取っ、あ違う違う違う、あーまあいいや、ちょっと一回ここのどっかにほら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 あるんだって。でメットをかぶっていけばいけるもんね、そういうことかな。なるほど見つけました。いやーちょっとビンゴだったねこれは。でここを取っといて、これ食らわずにいけるか、いけるね、オッケーオッケー。よっしゃ、あれでもこれ食ら、これでも食らうよな、あれ食らうじゃん、でもこれ食らわずにいける、いや食らうぞ、あれじゃもう一個なんかあるじゃん。あーちょっと食らっちゃった、なんかない、もう一個あれもうないの、でもそれ1個しかなかったら無理じゃない、いけんくない、あーちげえわ、ちげえちげえ、何やってんだ、なんか大真面目にここ戻ってきてたけど、ちょっとこれは真面目な性格があだになったね。違う違う違う、これこうだよこうこれでいいんだよ普通に。何をやってたんだよ、律儀にあの壁キックをもう一回やって言ってたけど、あれはやる必要なかったんだね。でこれさ、この後 P ランだったじゃん、だからこれさちょっとパウ1個持ってって、あーでもこれは絶対押されるんか。じゃあメットをかぶってきたら上いけるね。間に合うかこれ。あーでも間に合い、あちょっと待って。積みなんかーい。多分これさっきの感じからするに、ピーランは普通に間に合うわ、これ多分あくまで。
こっちも時間間に合わないように作られてるんかなってちょっと警戒してたけど、こっちはいけるわ。で、これ入ったら、はい、ゴール。あー、いや、今回のあの隠し場所はなかなか時間かかったけども、なんとか見つけることができました。あ、いや、すごいとこに隠してあったね。